力投の酒井俊介、撮影、関南新一、より小さいアイフレーム SRC イコール、プス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットハイスクール、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペースイコール、0、バーサス、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、アイフレームより大きいより小さい選抜高校野球、智弁和歌山 11-10 創成館、1日、準々決勝創成館、長崎、が悲劇のさよなら負けに涙した。9回に2点リードを追いつかれ2試合連続の延長戦へ。10回に1点を勝ち越したが、その裏に2点を奪われての悲劇だった。10回に C1、2塁で左越の2点さよなら2塁打を浴びた4番手の酒井俊介投手、3年、はカウント。1-2 から、1番自身があった、というチェンジアップを外角に投げたが打ち返されて号泣した。逃げ切れると思っていた。あとアウト一つから一瞬に敗れたことに悔しさをにじませた。正田龍生監督、54、も、系統が後手に回ってしまった。相手の打線が上でした、と4人の投手の系統も実らず肩を落とした。打線は甲子園で力を出し切った。智弁和歌山の14安打を上回る16安打をマーク。長崎県勢いとして、広島の今村を擁して選抜優勝した。09年の西方以来のベスト4まであと一歩だった。峰啓太主将、3年、は、甲子園は何があるかわからない。中盤まで、自分たちのペースだったけど、最後の粘りが足りなかった、と肩を落とした。が、昨年秋の明治神宮大会で大阪桐蔭を破って準優勝した実力は遺憾なく発揮した。夏こそは快進撃を続ける。気になる我が家の資産価値は、ノムコムの無料査定でチェック。妻も驚き、折れない男のエネルギー。まずは980円でお試し、なぜ、売れる、長崎の生姜シロップを飲むと、すごい、お尻が、嘘だろ、中性脂肪が、特報1日1本続けて驚愕の結果スポンサードカードローン即日融資。厳選6社比較より小さいアイフレーム SRC イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、AAMSZ イコール 120X120ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索選抜創成館酒井俊介。